思います。なるほど。対するよっちゃ LC、 さあこちらでは村人カムイなので、逆にこれはつかみ拒否、もしくは地上にいる時間が少ないので、はいはい、もしかしたら復帰阻止が噛み合ってしまうと、そうですね、一発で戦況が変わるかもしれないですね。そうですね、マックバックもひとたまりがない形になるんじゃないかなとはとあるんですけれども、さあそうですね、では見ていきましょうか。はい、まずはそうですね、まずステージ中央に陣取ってるのは青チームのリトルマックチームですね。そうですね、まあ、これで多分まずは内側に投げて、そうですね、崖の端まで積極的に読み合い仕掛けていきますね、ラミナベイリトルマック。さあそれでまずはよっちゃん村人が外にこもって、その間に外に行くなら自分は付き合わないと2人でカムイの方に行くか、それで戻ってきた村人に対して攻撃を当てていく。駆け上がりに1人付き合って、おっと先端が当たって2ピーバースト、今の先端大きいですね。そうですね、あもう結構ごちゃごちゃしてるんですけど、すごい全体見てますね画面を。おっと仲間を掴んでしまって、さあ青チーム外に出して、さあ村人崖にこもっていく。さあスマッシュをジャストガード、あのスマッシュガード異常に削れるのでジャストシールドは美味しいですね。さあこうして赤チームも撃墜、これでストック的には状況は五分に見えるが、さあ崖の外、さあ KO もなくなって横 B、 さあ飛んでいくか撃墜には至らず、さあ右の崖、さあパチンコを駆使して上がっていく。さあ上スマのしたところ横スマッシュで撃墜、さあ2回目の崖つかまりに対して横 B を狙っていく、しかしやや上にいたため先端には当たらず、さあさあそして撃墜。今ちょっとまあ画面外ではあったんですけれども、マギコさんがあの KO を使ってあえて崖に戻ってこようとしたっていう結構面白いところが見れたんですけれども、いや そんな、いや歓声が新しく乗るんですかね。もうちょっとあれはなかなか見ない復帰で使うっていう KO パンチっていうのも面白かったんですけれども、おっと横 B が刺さって撃墜。さあ今流れをリードしているのは赤チーム、やはり復帰阻止がかなり強めなので、はいはいはい、どうしても浮かされてしまうと幕側も打ちたい KO パンチが打てなくなってしまうというのが本当辛いところですね。うん、確かにそうですね。上強を刺して、さあ外側に吹っ飛ばしていく、その間にこのカムイをボコボコにしてやろうという魂胆なのか、しかしここでマギコさんが外に出されて、おっとこれジャンプが、あっしかし相方がすかさず助けに行く。さあ相方のピンチに助けに行くよっちゃん村人、素晴らしいサポートでした。そうですね、さあ KO パンチが溜まって、これはストックはあしか青チームが少ないが、あっと KO パンチがなくなって、これは青チーム非常に厳しい、これで撃墜。さあ1ストック対3ストック、ただしマギコさんがかなり瀕死といった形で、そうですね、闇鍋さんが積極的に前に出て、マギコさんが後突き狩りや有利展開に付き合うといった形になりそうですね。しかし KO パンチがあるためまだまだ試合は分からない、まだ溜まっていないものの、わーっと後ろ投げが通って撃墜。さあ赤チーム非常に有利状況、しかし青チームもこらえていきたい。さあ固定チームの連携が見えていく、さあ見栄えさすがにいいですね。あの踏み台から NB 刺さって噛みつけまで入ると最大だと 36% くらい入るっていうところがあるので、いやー相当重いですね。チームだと投げからのリターンが取りづらいキャラクターでも相方がいるのですごい非常に高いパーセントが望みますね。さあパチンコ、さあ回避に対して空中下で持続の長い技を押し付けて、さあ KO パンチ頼む頼む、この一発を当てたいと。さあしかしこれは踏みつけて先端で押さえつけてボーリングで撃墜。いやー相方とのハイタッチ、いやこのハイタッチ見るの大好きなんですよ俺。わかります。今の横 B からの、そうですね、ボーリングは綺麗に決まりましたね。そうですね、いや非常に一番吹っ飛ばしの高い技でしたよねあれが。かつ相方にも当たらずといった形で、あそこの槍判定が全く判定がないので安全で打てるっていうのは結構でかいですね。そうですね、ブカメラ is オフラインというわけで、本当はあのプレイヤーカメラ映したいんですけど、ちょっとカメラが不調なので、はい、そうですね、ちょっと直せるタイミングで直していきたいところではあるんですけども、ちょっと今回はといったところであります、はいはいはい、さて2本目になります。
ここからステージが7ステージ、カウンターステージが増えます。あーそうですね、予選にはなかったルールですね。で、勝者が、1ステージ拒否した後に、敗者側が残りの6ステージから選ぶといった形で、ここから、まあ、大ステージが増えます。あなのでリトルマックチームでの有利ステージを選んでくるのではないでしょうか。しかし何で悩んでるのか。ちょっとライラットクルーズがちらついている。あれだと拒否と聞こえてきましたよ。まあ、これはそうですね、あのカムイの頭が本当に刺さんなくなってしまうっていったところが本当に辛いところではあるんですけれども、はい、選ばれたステージは終点。見ていきましょう。いやそうですね、このチーム先ほども終点だったんですけど、やっぱり終点が好きなんですね。なんか選んだ感じからするとですね、村人の復帰阻止が相当強いところではあるので、もしかしたら大ステージを出すことによって村人に阻止されてしまう危惧をしたんじゃないかなとは思います。まあ、まずは試合を見ていきましょう。はい、序盤の展開、マキコさんが前に出てて、すぐに闇鳴さんがいい感じでストック持ってるのなんですけど、これはジャンプが、ボーリングが、これデモかとボーリングが入り完全にとどめでしたね。そうですね、しかし1ストック差といえば KO パンチでまだ巻き返せる。リドルマックチーム、おっと、さあ横 B を刺して、まずは崖の外反撃で、おっと、思わず声が大きくなってしまった。さあしかしパーセントが高い、神が吹っ飛んでいきましたので、はいはいはい、まあ、まだまだといったところではありますが、おっと横スマッシュで激痛、強烈ですね。横スマッシュ上シフトっぽいですね今の。ちょっと分からなかったんですけれども、やはりこの地上戦に関して言うとやはりリトルマック強い。そう、弱あの弱で、そう弱抜けていく、あれ結構 ずれにくいなっていうイメージだったんですけどね。後ろ投げで激痛、さあ2ストック2ストック、どちらも全員2ストック。さあこれはストック的には五分、しかしカムイがそろそろパーセント的に何やらスマッシュで激痛が見えてしまっているので、これはやや赤チームちょっともうちょっとダメージを与えたいっていうところですかね。そうですね、着地を気をつけないと今言った形で追い出された後に、はい、おっと下スマッシュで激痛といった形で復帰も結構苦しいところがあるので、赤チームでもややストックが不利になったところで、なんか復帰阻止を頑張ればいいやっていう感じで、なんか低パーセント、どのパーセントからでもまだ撃墜が望めるので、ちょっとまだ1ストック差はあるものの分からないといった感じじゃないでしょうか。これはそうですね、先ほども村人のダッシュ A からボーリングが当たってしまうといった形で、もう非常に復帰が苦しい形になってはいましたが、これはおっと、さあさあさあ今切るタイミングを本当にしっかりと待ってましたね。はい、これはしかし2人とも KO パンチの圏内、カムイが低パーセントだったので決めたかったが、しかし KO パンチはもう解除されてしまった。弱シルバックに関しては弱のブローですごい勢いで KO パンチ溜まるので、試行回数がすごい稼げるっていうのも強みではあるんですよね。おっとガブリと、さあ崖つかまりに対して1フレームに下スマッシュを狙っていく、当たればスマッシュを狙っている村人は、おっとこれはしかしこれはこの激復帰阻止で、バースト、おっとしかしあっという間に取り返して、気づけば青チームが有利。今のはでもいつの間にやらカムイがしっかりと、あっとしかしジャンプを残している。これはあ仲間の復帰を安全にするため果敢に村人に飛び込んでいく、これが前衛と後衛の仕事。さあ掴んで外の展開に持っていきたい村人、一度外に出してしまえば相方といえど追えないだろうと、そういった考えが見えますよ。さあ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 カウンターを使って、ね、しかし外側にこもっている村人に対してリトルマックできること非常に少ないと思うんですよね。でしかもタイムアップもまだ全然見えないので、ちょっと結構これ焦っちゃう展開ですね。弱で掴みは見えていたが弱が入って、さあ村人じわじわとさあ縮めていきたいところ、 KO が溜まって、さあプレッシャーはさらに増していく。いかじ飛び道具は負けてるわけなんですけれども、マック側もそうなんですよね、下手に前に出ると村人の掴みが飛んでくる可能性もあって、あまり掴みはおっとこんなさあっけーと、さあ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 これでおーボーリングを決めた後復帰阻止も完璧に決め切って大逆転勝利、よっちゃん LC チーム勝負を決めていった。
おめでとうございます。やはりどうしてもつかみが見え、つかみ見せたところが 10% であったじゃないですか、はいはい、あれ見せるとマック側が本当に素直に崖に借りに行けなくなってしまうって言ったところがあるので、はいはいはい、あ、意識づけ、まあ、してましたね。すくんでしまうのは仕方ないかなっていうところはありました、うん、まあ、しかし あそこから巻き返した本当によっちゃんさん本当素晴らしかったですね。はい、もう我慢我慢して勝負に行くところを極めていきましたね。はい、というわけで、続々1回戦が終了していくところではありますね。うんうん、そうですね。お次はどうしましょうかね。誰が来るんでしょうね。